精霊流しは1974年4月25日にグレープがリリースしたシングル曲である。後にボーカル担当の佐田正史が自伝的小説として書き下ろしテレビドラマ及び映画化された。精霊流しスペシャル巻キシングルほかインストゥルメンタルなどを含めグレープの楽曲としては数多くカバーされている。2001年に厳冬者より刊行された 佐田マサシによる同名の自伝的小説で、テレビ朝日、本パラ、関口堂書店の1コーナー、ベストセラーへの道で、執筆から発売までを取り上げた。佐田マサシが本格的に書き下ろした初の小説で、口述の通りテレビドラマ及び映画化されたほか、小説の各場面をイメージした、佐田マサシの楽曲を集めた、コンピレーションアルバム、小説、 精霊流しの世界も発売された。2002年に NHK 夜の連続ドラマアークで放送された市川新一脚本、坂口健二主演によるテレビドラマシリーズ。詳細は精霊流し、あなたを忘れないを参照。2003年に公開された同名の映画、佐田自身も出演した内田朝日の初主演映画、映画で登場した 国鉄急行職のキハ66系第1編成。ありがとうございます。